こんにちは、トバログです。いや、今回はですね、結構久しぶりなんですけど、ちゃんとトバログのカバンの中身2024をやっていこうと思います。はい、いやー、カバンの中身って好きなんですよね。結構その人のね、持ち物の思想だったりとか、そういうね、画像を見た時に、あ、これ結構こういうアイテム、こういう使い方してるんだとかね、そういうのが結構分かったりするので、割とこのカバンの中身って定期的に自分でも撮りたくなるし、人のやつもね、見たくなるんですよね。というわけで、まあ、トバログの、まあ、普段使っているバックパックの中身について、今回はね、まあ、どういうもの持ち歩いてるのかとか、そういうのをね、紹介したいと思います。結構まあ、カバンの中身あるの久しぶりで、いろいろね、こう YouTube でいつ最後やったっけみたいなの見てたんですけど、だいたい1年半ぐらい前なんですよね。で、そこから割とね、カバンの、まあ、普段使ってるバックパック的な中身に関してはだいぶ、まあ、変わっているところがあると思うので、そういうね、変化の違いみたいなのも感じていただけたら嬉しいです。というわけで、早速行ってみましょう。はい、というわけで、今回のカバンの中身はこんな感じですね。まあ、結構ね、自分で見ていても、あー、なんか好きだなっていう感じのデバイスの色味と、あと雰囲気と統一感があって最高ですね。自分の持ち物なんですけど、だからこそやっぱりね、好きなものに囲まれていたいというのがあるので、こんな感じの仕上がりになっています。まあ、今回の持ち物に関してなんですけど、基本的にね、オーストラリアで、まあ、どっか他の都市に出かけるとか、ちょっとね、作業をしに外に行くとか、結構1日単位ぐらいでね、出かける時用のカバンの中身という感じです。まあ、パソコンも持っていくし、ヘッドホンも持っていくし、パスポートとかも持っていくしっていう感じのカバンの中身になっているので、まあ、早速ね、一つずつ紹介していこうと思います。はい、早速ね、紹介していくんですけども、まずはバックパックですね。こちらのバックパック、まだトバログでは紹介していないんですけど、実はね、オーストラリアのシドニーで見かけて、うわ、これなんだ、かっこいいっていうところでね、一目惚れをして購入してしまった、まあ、カメラバッグですね。カメラバッグとは思えないぐらい、このミニマルな仕上がり、そしてトバログが好きなこのアースカラーのベージュで統一されているっていうところで、うわ、もうこれは本当に欲しいなっていうところで購入してしまったものです。これね、オーストラリアのブランドで、ウルスっていうのかな、ウースなのかウルスなのか分かんないんですけど、まあ、そういうね、オーストラリア人の人たちが、まあ、オーストラリアのバイロンベイっていうすごいね、おしゃれな街があるんですけど、そこでね、立ち上げた、まあ、バックパック、カメラバッグ、カメラフィルターとかカメラ系のグッズを中心に扱っているメーカーですね。実際手に取ってみるとこんな感じのサイズ感ですね。まあ、容量はね、20リットルぐらいなんですけど、まあ、実際にここのファスナーを開けると、よいしょ、こんな感じでちょっとね、2段階構造になっていて、この下の部分に、まあ、カメラバッグの専用のね、ものも売ってるんですけど、ここに、まあ、クッション材とカメラを入れて、上側のこのポケットにはこのね、ノート PC フォルダーとかタブレットホルダーとか、あと、まあ、それなりに自由に使える結構ね、深めのポケットがあったりっていう感じで、結構ね、使い勝手が割と洗練されてるというか、カスタマイズ性が高いバックパックですね。まあ、僕の場合そんなにポケットがたくさんあるので、ね、見失っちゃうので好きではないんですけど、こんな感じでここにポケットがあったりとか、あと上側にね、財布とか鍵とか入れるのに便利なポケットが備わっていたりとか、あとこっち側にもね、結構たくさんポケットがあったり、本当にね、いろんな至るところにね、ポケットがあるようなバックパックなんですけど、ここにもありますからね、ポケット、こんな感じで、まあ、レンズとかをね、軽いものであればしまえたりっていう、こういうね、バックパックですね。結構ね、バックパック選びって難しくて、見た目のね、こういうデザイン性をすごい重視すると、ガジェットとか収納する時のね、クッション性とか困ったり、このね、持ち運ぶ構造とかがね、ちょっと困ったりするんですけど、これの場合は本当にカメラバッグとして展開されているので、かなりね、こういう細かい、まあ、クッションのところとか、まあ、見た目のね、デザイン性とかがかなり洗練されている気がします。で、僕はね、このウースのバックパックを本当に普通のカメラ屋さんで見かけて、まあ、カメラ系の機材って結構ね、ギミックというかガジェットガジェットした感じが多いんですけど、これだけ本当にミニマルな風合いで、まあ、一目惚れして買ったんですよ。で、買った後にね、ウェブサイトとか見ていると、ウェブサイトもめちゃくちゃ洗練されています。というか、ブランド自体がね、本当にかっこいいなっていう感じがして、もういつかね、トバログもこういうスタイルなんか目指したいなっていう感じなんですけど、あらゆるものがね、
本当に洗練されてるんですよね。例えばね、このバックパック、この色もおしゃれだなっていう感じなんですけど、その他のこういう肩からかけるカメラバッグだったりとか、このねリュックっぽいカメラバッグとか、あらゆるもののカラーがね全て統一されているんですよね。全てのアイテムのカラーリングがかなりね統一されていることで、これはもうブランドとしてめちゃくちゃかっこいいなっていうところで、それでね2段階ハマってしまったわけですね。このバックパック自体もそうだし、このブランドのね方向性みたいなところもめちゃくちゃかっこいいです。これがねこのカメラバッグなんですけど、オルコスっていうのかな、オルコスバックパックみたいな名前なんですけど、これもねデザイン性が黒があったりとか、カーキがねちょっと売り切れっぽいんですけど、カーキがあったり、このねかなり白系のアッシュグレーがあったりと、こういうねデザイン、全てのデザインとか統一性がめちゃくちゃかっこいいんですよね。こんな感じで、ちょっとバックパックの話でそれって恐縮なんですけど、こんな感じでブログみたいなのも展開していて、これもこれでめっちゃかっこいいんですよ。こんな感じでブログなんだけど、商品紹介っていうよりかは、やっぱりカメラバッグなので、カメラを使っている写真家の人に使ってほしいっていう思いがあって、基本的に作品からどういうものを使っているのかみたいなね、そういう方向にこうね展開されていっていて、それが本当にかっこいいですね。こんな感じで結構ね創業ストーリーみたいなのも面白くて、ウスっていうブランドはこのね創業者の3人がいるんですけども、彼らがねこのアメリカのカリフォルニアからパタゴニアの間を2年間ねバンに乗ってバンライフをしてこう旅をする中で発足したらしいんですよね。そのねドキュメンタリー映像とかを作っていく中で、こういうブランドあったらいいよねみたいな感じで発足しているらしくて、そういうねストーリーもやっぱりちょっといいですよね。使ってる素材自体はねポリエステルとかなんですけど、その売り上げを地球に還元するために、食事をしたりとか、そういうのもねしているっていうところが、やっぱり海外ブランドらしいなっていう感じがします。そんな感じのカメラバッグを今使っています。実際ね使い勝手もすごく良くて、これ素材感、このね、ベージュ系で汚れやすそうではあるんですけど、割としっかりした目の粗い素材感だし、撥水性もね割とちゃんとしているので、オーストラリアみたいに雨が降ったり止んだりみたいな地域でも結構使いやすいですね。そしてこの二重構造のところなんですけど、ここにもねこういうファスナーがついていて、二重構造を解除して一つのねポケットにすることもできるし、こうやってねカメラごと収納して別々にねいろいろ入れられるっていう点がいいかなと思っています。一つずつ素材感もやっぱ裏地とか取ってもね、かなりこっち側がちょっと撥水性の高いものになっていて、こっち側がね目の粗いこういう色が薄い生地になっていたりと、そういうところがかっこいいですね。見た目と機能性本当に最高なんですけど、若干難点としてはこうやってね立てた時に自立してくれないっていうところですかね。結構バックパックって椅子にもたれかけさせてこうやって自立させて置いておくパターンとかもあると思うんですけど、割とほっとくとねこうクシャーってなったりもするので、そのね自立のしにくさっていうところは若干ね気になるところかなっていう感じです。ロゴもこんな感じだし、このね金具もこういう感じで、もうウースってちゃんとオリジナルのものが使われていて、こういうブランドの展開かっこいいですね。というところで、まだね出会ってから2ヶ月程度なんですけど、最近はねこのバックパックを持ってどこにでも出かけています。はい、続いてのカバンの中身は、作業系のデバイスですね。基本的には、MacBook を中心として、こういうね入力の際は HHKB を使ったり、トラックボールを使って、動画編集をしたりとか普段の作業を行っています。それでは一つずつね紹介していきます。持ち運ぶ用のメインマシンとしては、やっぱりね M3 Pro の14インチの MacBook Pro が強いですね。これを今はもうほぼほぼ動画書き出しでもメインで使っています。っていうのも、結構ねもともとは Windows マシンをねがっつり使っていたんですけど、ちょっと前のレビューで紹介した通り、僕のね使う動画フォーマットだと MacBook Pro での書き出しが一番早いんですよね。そして普通のね動画編集とかもかなりサクサク行えるし、本当に動画書き出しも早いし、なんならねこのサイズ、この薄さと、あとこの軽さ 1.6 キロぐらいのね軽さで全て持ち込めるっていうところで、こちらをね愛用しています。正直ね
ね UI とかそういうのは Windows PC の方が好きなんですけど、 MacBook Pro すごいなと思うところはこのね軽さと薄さながらめちゃくちゃバッテリー持つんですよね。動画編集とかでも本当に6時間ぐらいは持ってくれるんじゃないかなっていう感じだし、普段のねこのテキストワークとかだと本当に10時間ぐらい持ってくれてるんじゃないかっていうぐらいね省電力性が高いので、この軽さと薄さそしてバッテリーの持ちっていうところからねやっぱり MacBook は強いなと思っています。でかつね今こんな感じでスリープモードにしてるんですけど、スリープモードで閉じても全く熱くならないんですよね。本当にこういうねスリープしながらいつでも持ち運べて使いたい時にすぐ開いてもうこの状態で使い始められるっていう、ここがねやっぱりいいなと思って、その万能性を考えると今はね MacBook Pro を持ち歩いて使っています。でこれがあることでこのねウースのこのポケットにも気軽に入れて持ち運べるっていうこのねミニマル感が今は気に入っている感じですね。ちなみに余談なんですけど、この MacBook にはインケースのねシェルをつけています。シェルね本当はあんまり好きじゃなくてそんなにつけたくない派ではあるんですけど、やっぱりねこっちオーストラリアとかだと本当に砂粒とかで傷だらけになっちゃうし、割とこの飛行機に乗る時のね圧迫とかそういうの衝撃とかでこの画面とかが割と傷になっちゃってたんですよね。そういうのがちょっと気になるなっていうところで、持ち運ぶことも多いしこうやって手に持ってね出かけるっていうこともあったりするので、そこからね衝撃とかそういうねちっちゃい傷とかから守りたいというところで今はこれを使っています。こうやって近くから見ると分かる通りちょっとドットっぽい感じで、ザラザラでちょっとね好き嫌い分かれると思うんですけど、こうやってスクラッチでねこう簡単に傷がついたり目立ったりする素材ではないので、その辺はねいい感じですね。はい、続いて持ち歩いてるものだと、入力用のデバイスですね。これはね持ち歩く時もあれば持ち歩かない時もあるんですけど、大体1泊以上のね旅行をする時は基本的に持ち歩いているので今回紹介してみようと思います。これはね言わずと知れた HHKB ハイブリッドタイプ S の雪っていうモデルで、本当に真っ白で豆腐みたいな感じなんですけど、これがね打鍵感とかこの配列とかがすごく心地よくて、基本的にテキスト入力はこれでこうやって行っているので、本当に慣れたデバイスをずっと使い続けたいという理由からこれをね持ち歩くことが多いですね。この机に置いた時のこのミニマル感めちゃくちゃすごいですよね。なんかガジェットっていうよりかは本当にこういう文房具的な雰囲気を感じる点も最高にクールです。でかつねポインティングデバイスとして普段はねこのロジクールの M575 っていうトラックボールを使っています。これも真っ白でちょっとしたこうアートのような芸術的な曲線美を描いていて本当にかっこいい感じですね。後から紹介しようと思ったんですけど、動画編集をするときは持ち運び用にねこういう薄型のマイクロソフトのナンバーパッドを持ち歩いていて、動画編集のこのショートカットとかはこれで行っているっていう感じです。正直ねこれらのデバイスがなくても MacBook にはね単体でこのトラックパッドとキーボードがついているので、そこまでねなくてはならないというか絶対に必須っていうわけではないんですけど、やっぱりね普段こう毎日パソコンに向かって何十時間も十何時間も作業しているとこういうね使い慣れたデバイスの方が何も考えずにねストレス感じずに使えるんですよね。なので本当に持ち物としてはかなり遠回りというか無駄なような感じはするんですけど、最終的なストレスの中で言うとこれらはね必須なんですね。普段ねどういう風に使っているかっていうと、これね前に紹介したんですがファーイーストガジェットとコラボして作ったもので、このねタイプスティックスっていうこういうねものをキーボードの上に置いて、でその上にねこの HHKB をガシッと置くと下のキーボードと同じような感覚でこうやって使えるわけですね。でトラックパッドもすごいいいんですけど、動画編集みたいにすごいねカーソル移動の動きが多い作業をしていると本当にここがね腱鞘炎気味というか痛くなってしまうので、僕はねその対策としてトラックボールをこうやってねガリガリ使っているわけですね。これをこうやってカチカチ入力してこうして、動画編集とか、ブレンダーみたいなそういうね作業をする時だけこのテンキーを使って、これでねこうやってカット編集をして文字入力はこちらっていう感じの使い方をしています。本当にね自分の中では物の重量の重さとかよりもこの作業の快適さとかの方がね大事だったりするので、基本的にこの作業系のデバイスは割とがっつり持っていくっていう感じですね。はい、続いてはね財布ですね。これもドリップとコラボして作っているプレッソ
L っていうものの、まあ、ブライドルレザーのライトブラウンだったかな、そういう感じの商品名だったと思うんですけど、それをね2年以上愛用しています。本当にブルームが浮き出ていて白っぽい感じだったんですけど、それをね、まあ、経年変化させ続けて普段使いし続けているとこの感じの色になるっていうところですね。この色味と光沢感最高じゃないですか。この感じ最高にかっこいいなと思います。これ自体もね、自分でなんかこういう財布があったらいいなっていうのを考えた挙句にできたアイテムなので、まあ、本当に満足して使っているんですけど、昔はねあんまりこのサイズの L 字ファスナーってなかったんですよね。このサイズのカードケースとか名刺入れて結構あったんですけど、で割とね小銭も持ち歩くし、こういうねなんかレシートとかそういうのも、まあ、割と残しておかなきゃいけなかったりもするので、そういう時を考えた時に、まあ、こういう L 字ファスナーでこのサイズあったら最高なのになっていうところから、まあ、スタートしたっていうか、それで作られたアイテムですね。こんな感じで割とねたくさん小銭も入るので、まあ、日本で結構クレジットカード使えないお店多いと思うんですけど、そういうシーンでも全く問題ないし、まあ、普段使っているクレジットとか免許証みたいなのとか、あとまあここにねこれ特徴的なんですけど、エアタグが入れられるので、万が一なくしたとしてもこれでまあ追跡できるから安心というわけで、これがね、まあ、こんな感じで出来上がっています。で個人的に気に入ってるポイントだと、これね財布こうやって、まあ、わざわざねこのファスナーを開けなくても、クレジットカード払いだったらいつもの使うクレジットカードはここに入れておいて、このままねシュッてやってこう取り出せるっていう点がかなり便利ですね。まあ、このねポケットが個人的にはねものすごくこだわりのポイントだったりします。こうやって親指でスライドしてタッチしてすぐに戻してポケットに入れられるっていう点が、まあ、こだわりですね。まあ、気になった人はねぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。はい、続いてはまあヘッドホンですね。ヘッドホンはまあ自分のねテンションを上げるために使うというか、移動の時とかの暇つぶしだったり、そういうね音楽でテンションを上げるために使っています。僕が普段愛用しているのはこちらはバン&オルフセンのビオプレイ H95 なのか、まあ、そういう呼び方の、まあ、このねヘッドホンを使っています。これはね見た目のこのミニマルさがすごいかっこいいなと思って、去年の自分のね30歳の誕生日に購入したものですね。この、ね、ヘッドホンはバン&オルフセンが95周年を迎えた時のヘリテージモデルみたいな感じで作られたもので、本当になんか随所にねこだわりがすごいんですよね。なんかここのこの上のヘッドバンドも牛の革で片押しの感じでできていたりとか、このイヤーパッドみたいなところも羊の革でできていて、すごく柔らかくね耳を包み込んでくれたり、あとこのハウジング部分もなぜかよくわからないんですけどチタン製なんですよね。チタンであることでどういう効果があるのかわからないんですけど、かなりねここも専用の設計になっていて、広い音域というかかなりね高い解像度と、もう一気にこう耳にね直接残るような音で音楽を聴かせてくれるので、これはもう手放せずに使っています。あとやっぱここのねアルミのヘアライン加工だったり、この傷がつきやすいんですけど、こういうねかっこよさありますよね。アルミ素材ならではのこういうところがいいんだよな。まあ、実際につけてみるとこんな感じですね。僕がつけるとこういう感じになります。結構最近だと、まあ、ヘッドホンでねApple AirPods Max を使ってる人も多いと思うんですけど、まあ、それよりもね古いながらも同じようにこのトランスペアレンシーモードみたいな音をね透過してくれるモードとかをこのレベルで調節できたり、このノイズキャンセリングのレベルとかもねここでぐるぐる回しながら使えるので、その辺ねかなり気に入っていますね。結構ね持ち物の統一感もかなりあっていい感じですよね。こんな感じで使える点がかなり気に入っています。今はねオーストラリア真夏なのでこういうスタイルはしづらいんですけど、東京とかのね冬とかだとかっこいいベージュのコートとかと合わせてこれをね装着すればかなりかっこいいスタイルになるんじゃないかなっていうところです。まあ、感じのね音質に関しても今まで使ってきたヘッドホンの中では一番高いっていうところもあって、まあすごいね解像感とその音のフラットながらもね厚みのある雰囲気がすごい好きですね。
結構ねこのピアノのポロンポロンみたいな音とかが耳にダイレクトに響いたりとか、あとまあ結構ボーカル系のね曲とかにすごい強いと思うんですけど、ボーカルの息遣いみたいなのもダイレクトに耳に来てくれるので、そういうね音の広がり方みたいなのがすごいいいなと思っています。なかなか高いので人におすすめしづらいんですけど、だからこそね人とあんまり被らなくて、まあ結構唯一無二の雰囲気なのですごい好きですねこれは。はい、続いてねもう必ず持ち歩くものといえばこのカメラですね。もう何回もトバログの動画では紹介しているんですけども、ライカのライカ M10 っていうものを自分でねこの革とかを貼り替えてカスタマイズしたこのカメラが最高にも好きですね。人生のベストバイと言っても過言ではないぐらい気に入っているものなんですけど、本当にこの5年前に購入してからほぼ毎日ね持ち歩いて使っています。そのためね結構いろんなところが傷だらけでちょっとダイヤルが硬くなってきたとかいろいろあるんですけど、やっぱりねこれで写真を撮る行為もすごい好きだし、これで撮った写真をね加工する時間とかもものすごく好きだったりして、もはやね自分の中のライフワークとして取り入れてるカメラですね。結構ね不便なカメラで、まあ、一応ねデジタルではあるんですけど、本当にマニュアルフォーカスでこうね自分でしかフォーカス合わせられないし、なんかねオートフォーカスもなければ手ブレ補正とか動画を撮影する機能すら備わってないんですよね。結構ね子供を撮る時とかこのフォーカス合わせめっちゃ大変だったりするんですけど、まあ、本当に使い込むたびにねこのなんかフォーカス合わせも早くなっていったりとか、まあ、実際どういう感じの色なのかなとかをね想像しながら撮ってね、で写真をねパソコンで読み込むと、うわこんなにかっこいい写真が撮れてるみたいなね、そういうところが毎回驚かされるところがねやっぱり愛用してしまう理由ですかね。まあ、このカメラ自体はねもともと5年前に自分がフリーランスになるっていう、会社員を辞めてフリーになるっていうタイミングで、まあ、そこまでして覚悟を決めるんだったらもうこれも買うべきでしょうと思って、ずっと前からね気になっていたライカ M10 を4年間のローンで購入したっていうのが始まりですね。で今はねもうローンも125万円だったかな、その当時。このねズミクロンっていう 35mm のレンズがあるんですけど、これと合わせて、まあ、ローンを組んで、まあ、4年間経って今は晴れて、まあ、5年目6年目なので自分のものとなっているものです。でこれをね買ってすぐのタイミングで結婚をして、その後ね、まあ、フィンランドとかドイツとかチェコとかオーストラリアとか、まあ、台湾とかいろいろなところにね新婚旅行じゃないんですけど、まあ、旅行に行って全ての写真をこれで撮影しているので、本当にね思い出がたくさん宿ってるカメラなんですよ。で子供も生まれて子供の写真も毎回これで撮って、もちろんねオーストラリアの風景とかもこれでねいろいろと毎日持ち歩いてはパシャパシャと撮っているわけですね。結構高価だし、売ったらねそれなりの価格にはなるんですけど、どれだけお金がなくなったとしても多分ねこれは売らずに、まあ、自分の墓場というか肩身としてね、まあ、このように残しておきたいアイテムですね。ちなみにこの革自体は自分で貼り替えていて、韓国のね貼り革を販売しているメーカーから3万円ぐらいで取り寄せたものなんですけど、こういう感じで自分の色味にも仕上げているし、あとはこのストラップに関してはこれはねオブジェクツ IO さんから、まあ、いただいたものなんですけど、市川渚さんっていう、まあ、インフルエンサーというか白いガジェットがね僕よりも多分好きというか、まあ、そういう洗練された方向性の人がいるんですけど、その人が、まあ、一緒に加わってデザインをしたカメラストラップを今は使っています。このねカメラストラップもすごく良くて、細身なんですけどすごくねふかふかで柔らかいんですよね。クッション性がかなり高いので、こういう、まあ、真鍮でできてめちゃくちゃ重たいカメラも割とこう体にね負担にならずに、そして細いストラップで持ち歩けるっていうところがねやっぱりいいかなと思っています。このね革の雰囲気とかもすごい好きなので、本体のカラーももはやそれにしたいなっていうところなんですけど、結構張り革とかはねリスキーだったりするので悩みどころではあります。普段ね、まあ、使ってるレンズとしてはどれを持ち歩くかっていうのはねその日の気分なんですけど、これがね一番最初に購入した 35mm のズミクロンっていうレンズで、まあ、35mm なので割と旅行でも、まあ、家族を撮るのでもかなりいろいろなところで使いやすいということで、これのね使用頻度が一番高いですね。で今ねライカのカメラ本体に装着しているのが 50mm のズミルックスっていうやつで、これはね本当にピント面も薄くて繊細な、まあ、
描写をしてくれるレンズなんですけど、本当にねかなり独創的というか、ふわっとしてるんだけど一部分だけカリッとしてね、そういう印象的な、なんか芸術っぽい写真を撮るのにすごい向いている感じのレンズなので、まあ、これもね結構使ったりしていますね。で最後は割とね自分の中で中望遠で撮影するのが好きなので、エルマリートの 90mm のねこのレンズを使ってこの風景を撮ったりすることも多いです。人とね風景のスナップを撮るときはなんだかんだこの、まあ、90mm が一番多いですね。まあ、さっき紹介したウルスのカメラバッグに関してはこれね、まあ、ここ自体がカメラ収納できるようになっているので、基本的にここのね、まあ、自分で購入したこのクッションバッグの中にカメラをこういう風に入れて、まあ、1本ねレンズ、だいたい3本全部持ち歩くっていうことはあんまりなくて、だいたいこの 35mm のレンズをつけているときは 90mm を持っていくし、 50mm の時もこの 90mm を持っていくっていう感じで、こういうスタイルでね持ち歩くことが多いかなと思います。こんな感じで、はい、続いてはこちらですね。これはパスポートケースで、実はねトバログとドリップが最初にコラボをして作った商品なんですね。昔はね海外旅行とかかなり大好きだったので、こういうね海外旅行系のも中心に作っていました。で中を開けるとこんな感じでパスポートがあって、でここにねお札を入れられる、まあ、証明写真とかを入れるスペースがあって、カードホルダーが3つあって、コインケースがあって、特徴的なのがここにねSIMピン専用のホルダーとナノシムを入れるためのポケットがね3つ備わっているんですね。この辺が旅行をしていく中で、ああまあこういうのがあったらいいなっていうのをね考えた挙句に、まあ、作ったものなのでこういう感じになっています。ちなみにサイズは結構大きめなんですけど、実はねここに国際免許証がぴったり入るサイズのポケットになっていて、国際免許証とあとまあこのねパスポートケースとかそういう旅行系のグッズをひとまとめにできるっていうところで、まあ、これを開発したわけですね。でちなみにこの真ん中の部分はペンホルダーで、ラミーのサファリみたいにぶっといねこのペンとかもぴったりと収められる、まあ、サイズ感になっています。割とね飛行機に乗るときって、あの手書きでなんか免税とかそういうやつ書いたりするじゃないですか。で結構必要なのに割とねカバンの中に入れっぱなしだったり忘れてきたりっていうところもあったりするので、まあ、この入国のねスタートダッシュを決めるためにも絶対にボールペンは必要っていうところで、このねボールペンホルダー、そして持ち運びたいラミーのサファリをここに入れています。これね結構こだわりのアイテムだったんですけど、多分ね全く売れてなくて今も全然在庫大量にあると思います。この内側にねボタンが収まって、表面からは何もないこのシンプルな雰囲気とか最高なんですけどね。はい、続いてはね紙のノートですね。紙のノートはなんだかんだ iPad とか、あとまあね Galaxy Z Fold 5とかね、こういう、まあ、手書きができる電子機器がある中でもこれはね、まあ、普段持ち歩いて使っていますね。やっぱりね紙がすごい最高、紙じゃないとダメっていうわけではないんですけど、まあ、こうやってね気軽に開いて、なんかあこういうアイデアあるなとか、そういうのをねこうやってメモ書きしたり、なんかマインドマップ的なのを書いたりしながら、まあ、こっち側に領域を広げて、じゃあタスクどういう風にするかとか、これこういう風にした方がいいんじゃないかみたいな、テキストとね図をね両方まあ気軽に書けるっていう点がすごい楽ですね。でまあそれ自体は iPad とか、まあ、デジタルのノートでも全然やりやすいんですけど、アーカイブ性というかアーカイブをね掘り探るのが結構楽ちんで、もう割と使っています。例えばねちょっと見せづらいものもたくさんあるんですけど、こんな感じで、あれどこに書いたっけとか、この間ここに書いたよなみたいな、こういうね図付きのなんかこういうものとかをこうやってね探したりするのもその場ですぐできるし、まあ、Wi-Fi がなくて電源もなくて、そういう場所でもね気軽に使えるっていうところで、まあ、今こちらを使っていますね。日本にいる時はクアデルノっていう電子ノートもねかなり近い使い心地なのでそれ使ってたんですけど、まあ、オーストラリアに来るタイミングでなんだかんだ紙のノートっていうか紙自体がね必要だったりもしたので、まあ、これも持ってくならっていうところでこれ1本に一旦絞って使っている感じです。ちなみにペン自体はこれラミーのサファリなんですけど、ここにね中身はジェットストリームの芯を入れて、まあ、改造して使っていますね。見た目はすごいスタイリッシュだけど、まあ、機能性としてはジェットストリームっていう、まあ、今の使い方としてはこれをね、まあ、ホワイトボードとかメモ帳代わりとして、まあ、これね Galaxy Z Fold 5でリファレンスだったりとか、まあ、こういう風にしたいよなみたいなのを探しつつ、まあ、これでね Notion でテキストでまとめて保存していくみたいな、まあ、なんか考える系の作業はこの3種類で行うことが多いですかね。
まあ、ずっとね会社員時代からオレンジのロール板を何冊も使ってきたんですけど、単純にねカバンの中で見つけやすいのと、あと最初に買ったのがこのオレンジだからっていうところで、このねオレンジをずっと使い続けています。はい、続いてはね細かいガジェット系ですね。割と最近紹介したばっかなので割愛しようと思うんですけど、まあ、これもねトワログが考案したガジェットポーチっていう感じですね。ミニマルな風合いなんですけど、ここのね真ん中のジップをグイッとこうグイグイグイッと開けるとバコッとめちゃくちゃでかくなって容量が倍になるっていうガジェットポーチで、まあ、これをねこの間紹介したんですが、これを普段から毎日持ち歩いています。もう2年ぐらい多分ね持ち歩いてるんじゃないかなと思うんですけど、割とねまあそれでも丈夫だし気に入って使っているっていう感じですね。まあ、こうやってカバンの中身見てると、こういうものだったりとか、あとまあこういうものだったりコラボで作ったものが多いんですけど、やっぱりね自分が欲しかったものをまあ形にしているものなので、本当に飽きずに使えるっていうところで、まあどうしてもねこういうアイテムが多くなっております。で実際に中を開けるとバコッと、まあ、結構ねいろいろと持ち歩いているので、まあ割愛しつつこれは紹介したいっていうものは紹介しようかなと思います。まずはまあこれはねちょっとロジクールの薄型のマウスですね。普段トラックボールを持ち歩かない時でもマウスが必要だったりするのでこれを入れていたり、これ結構便利で押したいんですけど、 iPhone 用というかまあスマホ用の三脚ですね。これレオフォトっていう中国のメーカーがね出していて、めちゃくちゃクオリティ高いのでね最高に好きで使っているんですが、こんな感じで挟んで、よいしょ、こんな感じで伸びます。かなりの高さまで伸びて、ここにねボールがついているので、このまま足を広げてガシッとねこうやって置くと、こんな感じでもうロボット、ピクサーのあの電気スタンドみたいな感じで立たせて、こうやってね動画を撮ったり写真を撮ることができます。で角度とかもかなり自由で、こうやってね横に置いたりすることもできるし、こうやってねグイッと縦にすれば、まあ、TikTok とかインスタのなんかライブみたいなとか、そういうのもねかなりしやすいっていう点がかなりいいポイントですね。で割とね高めではあるんですけど、こういう風に安定してるし、まあ、こうやって自分のね見やすい角度で角度を変えられるので、このままね作業をしたりとか、まあ、あとまあ動画を撮ったりっていうところで、まあいろいろなシーンで使えるから気に入っています。スマホ用のねこういうスタンドって使わない時の方が多いんですけど、使いたい時にないと割と困るので、こうやって小さく折りたためてこの中に入る点が、まあ、やっぱり嬉しいポイントですね。あとはまあ意外と好きなのがさっき紹介したこのテンキー、これ薄型で、まあ、ボタン電池式なんですけど、かなりねバッテリーも持つので、普段動画編集しないけどないと困るよっていうものなので、この中に入れて使っています。あとはまあ充電器系でいうと、この CIO の結構古めのものなんですけど、4ポートあって最大 65W で給電できる、こちらが割と便利ですね。4ポートあって 65W なので、本当にスマホを充電したりとかカメラ充電したりとか、細かいねガジェットを充電するのに特化しているんですけど、タイプ A もあってタイプ C も3つあるっていうところで、まあ、汎用性ものすごく高いです。特にね僕が普段使ってるあの電動歯ブラシとかって、まあ、このねタイプ A のポートでしか充電ができなかったりするので、そういうのが充電できたりとか、まあ、そういうね細かいところ一気に一晩で、まあ、ガジェット充電できるっていう点から気に入っているところですね。こういうのを入れていたりします。あとはこれとかも全然入れちゃうし、もう一つね気に入ってるものだと、これはもうかなり昔におそらく何らかの不祥事かなんかで廃盤というか、まあ、目立たないブランドになってしまったラブパワーっていうメーカーの2万ミリのねバッテリーですね。2万ミリのモバイルバッテリーで最大 75W ぐらいまで給電ができるので、 MacBook Pro とかもある程度充電しながら使えるっていう点から、まあ、備えあれば憂いなし的な感じでこちらもね持ち歩いて使っています。毎回持ち歩くわけじゃないけど、飛行機に乗るみたいな予定があると必ず使っていますね。まあ、本当にねあらゆるものが充電できるので、基本的にはまあここにガシッと入れて、まあ、大体入んないなってなるので、ここのファスナーをこぐいっと一周半させることでこんな感じでね収納ができるので、よいしょ、まあ、このまま普段はこうやって収納して、だいたい旅行の時はこのぐらいバコッと入れて、クッション性皆無ではあるんですけど、こんな感じで持ち歩いているっていうところですね。まあ、あと結構ね質問いただくことが多いので紹介するんですけど、腕時計ですね。これはアースカラー系で、僕がものすごく好きなベージュ系の感じのものなんですけど、これはねブラウンっていう、まあ、ドイツの家電メーカーが出していて、まあ、それをねさらにこう現代風に
リメイクしたタイプのセラミックでできた腕時計ですね。でこれ自体はね、確か有楽町のロフトとかで見かけて、うわなんだこのデザインはかっこいい、いつか欲しいっていうね、大学生の時に思った時計なんですけど、その後ねおそらく廃盤になってしまって、今はまあほぼほぼ手に入りづらいんじゃないかなっていうものですね。ちょっと前に多分在庫一括処分セールみたいなので、あれ半額ぐらいになってたので、一気にね3本ぐらい買い増しして、もう一生使っていきたいなっていう感じの腕時計なんですけど、それをね普段は使っています。まあ、本当に腕時計としてすごい特別なものでも何でもない、機械式でもない普通の時計ではあるんですけど、まあ、なんかねブラウンっていうデザインの方向性がものすごく好きで、まあ、こういうねこれもセラミックに塗装塗料を混ぜて作られているような感じで、本当にこのナチュラルなアースカラーなんだけど、このねマットな質感とかがすごく好きで、なんかデザインの哲学というか、腕時計ってなくてもいいと思うんですけど、まあ、それをねわざわざ身につけたくなるようなこのデザインっていうところから、トバログもこういう存在でありたいなっていうところでね、まあ、そういうねアイデンティティ的なところをね常に身につけることで、まあ、取り入れられるというところからね、まあ、身につけていたりしますね。はい、というところで今回はねトバログの普段使っているカバンの中身2024を紹介してみました。結構ね一つずつ語ってしまっているので長いね動画になっちゃったんですけど、まあ、最後まで見ていただいてありがとうございます。いやこういうねデザインの方向性とかめちゃくちゃ好きなんですよね。物も本当に好きなんだけど、その物の内側というか、なんかストーリー性みたいなところも結構ね好きだったりして、まあそういうものを普段身につけている感じですね。ということで今回の動画終わりにしようと思います。いろいろねシーン別にトバログ、いろいろなカバンの中身持ち運ぶよう分けていたりするので、そういうのもね改めて紹介する機会があればなと思っています。というわけで気になる人はチャンネル登録といいねとコメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。